西尾惣次は、安土桃山時代から、江戸時代初期にかけての武将。越前福井藩主、松平忠直の家臣。通称は仁左衛門。父は、宮治久右衛門。はじめ宮治久作、後に、久右衛門が、遠海の浪人、西尾世村の養子となって、西尾久作を名乗る。元は、武田氏の家臣。遠海港天神城の戦いでは、武田軍に属しており、天正9年の高天神城落城の際、横田院松に従って城を脱出した。文禄元年に、結城秀康の家臣となり、慶長6年に700石と、長十頭の役職を与えられた。慶長20年の大阪夏の陣で越前松、平家鉄砲組に属し、安居神社の境内にて休息中の真田信繁を、槍で突き刺し撃ち取る。その功から、徳川家康及び徳川秀忠伏からは褒美を、松平忠直からは刀などを賜り、1800石に加増された。当時、豊前小倉藩主の細川忠興の書状には、首は越前殿鉄砲頭取申し候、手置いて、くたびれしていられ、功を取り、手柄にもならず功とある。幸村初出の軍記物語、難波戦記には、西尾は当初、この首が誰かわからなかったが、道化中で信繁と旧知の中であった、原定胤がこれを信繁の首と認知したため、西尾は家康に、これを届けた。その際に誇張報告をした西尾を、家康は、叱咤したが、直前に、同じ越前松平隊所属の野本右近が、御宿西遊の首を持参し、それに褒美を与えていたため、仕方なく同様の褒美を与えた、という話が収録されている。また、越前松平家に伝わる、松平文庫には、西尾は、相手が信繁と知らずに、槍で戦って、信繁を討ち取ったと記述されている。西尾は信繁を供養するため、初代福井藩主、結城秀康と西尾家の菩提寺である、高賢寺の境内に首塚を作り、首塚には、信繁の外周が埋められ、首はさらに別の場所に埋葬され、西尾家和子荘伝の秘密となったとされる。首塚には背面に信繁の法名、大騎印を刻んだ、尺谷石製の高さ約90センチの地蔵像が安置されていたが、これは昭和50年に西尾家の子孫から福井市立郷土歴史博物館に寄贈された。ただ、高賢寺には首塚の痕跡が残らなかったため境内のどこにあったのかは不明となっている。ありがとうございます。